はい、ミモザショーということでね、やっておきたいと思います。秘密結社ペガム総帥ハッチでございます。こちら日曜中山9レース3歳1勝クラス芝の 2000m 戦ということでね、まあ、なかなかのメンバーが揃った両決馬が出てきたなという感じなんですが、まあ両決馬ってことでね、期待をしていこうかなってことで言うとこんな感じですかね。軸は1番のアスパルディーコ、まあ、アパパネ3区でね、まあ、前走重賞挑戦こそ負けてるんですけれども、まあ、とはいえね、両決で、まあ、ここはね、まあ、持ち時計も上位伸びが期待できる馬、まあ、昇級2戦目での自己条件ということで入れておく、あの軸で行ってみたいと思います。まあ、そして3番のビターグラッセ、ネット競馬想定2番人気、まあ、前々走ハボタン賞、この中山芝2戦で2着したようにですね、まあ、スピード勝負になってもいいですが、ルーラーシップ3区ってことはね、重馬場でもいけるんじゃないかなということで入れておきたいと思います。そして6番フラミニア、まあ、前走ようやく勝ち上がった感じですが、まあ、そこからね、横山武史に戻って、まあ、武史でね、前々走負けてたのは、まあ、結構ね、大幅馬体減もあったんでね、馬体も回復して、ここは入れておきたいと思います。そして9番マンマディアーレ、前々走初勝利はダートでしたが、前走ね、このコース芝で、まあ、あの掲示板を確保したようにですね、芝適性も本当に十分あるまでね、入れておきたいと思います。で、11番のアグラシアド、ネット競馬想定4番人気。まあ、前走ね、勝ち上がりこそ4戦目になってしまいましたが、まあ、持ち時計、前走のね、時計的に言えば悪くはないということで、まあ、一応期待はまあし続けてもいいのかなということで、今回はまあこういった形でやっていきたいと思います。まあ、そんなわけでね、またあのこの後の G1 高松の宮記念はメインチャンネル、フェガム TV の方でね、予想出ております。こちらのチャンネルでは、まあ、土曜夜のね、海外まで含めて、その他もろもろという形でね、いろいろやってきますんで、チャンネル登録の方、ぜひ、それぞれよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。